食べられる龍拳です。そして皆さんヤッホー、アイラクです。おいしてるラボメンの誠です。ということで、はいはい、今日はですね、はい、僕のね兄弟たちに、家に来てもらいました。はい、久しぶりに来たわ。久々だね。そうだね。なんでね今日ね兄弟たち呼んだかというと、ハヤテに合わせたいなと思って。ハヤテくんね、ついにこの日が来た。ね、ご対面ですね。ご対面です。ハヤテくん、もうガチの初対面で会って、うん、まあ、ちょっとね、ハヤテと仲良くなってもらおうかなという、そういう動画でございます。なるほど、うん、じゃあ早速先に行きましょうか。わかりました、はい、行きましょう。行きましょう。あーっ、ゆーちゃん、これはハヤテ。ハヤテじゃないです。これはゆーちゃんです。はい、ということで、はい、はい、これがね、ハヤテの場所でございます。はい、ね、お家の中入っちゃってる。おそらくね、急にね、でかい二人が現れたからね。なんだこいつだってなってビビったでしょ。そうだろうね、びっくりしちゃったんだろうね。ハヤテ、あ、出てきた。出てきたの。出てきたね。はい、出てきたね。ビビってんの、まだ。おそらくまだね、あの、なんだろう、知らない人だから、うん、緊張してるみたいですね。そうだろうね。なんで、今日は、そう、ハヤテ、ちょっと、おー、出てきた。おー、カメラに興味を示している。カメラに興味を示している。あ、すごい、舐めてきた。あら、かわいい。ちょっとさ、誠手出してみ。はやて、ガミ、はやて、右手、おいで。あ、そっち行った。あ、手出した。よし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 、そっちに行った。こっちの方に。拾われた。拾われてない、大丈夫だと思う。拾われた、大丈夫だと思います。あら、かわいい。あら、かわいい。ダメでしょ。拾われた。はやて、いくでみ。拾われた、誠のやつに。はやて、はやて、あらい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 、はやて、よしよしよし、一個だね。一個ですね。よしよしよし、はやてくん、一個だね。はい、戻ってた。おお、疲れちゃった。転びかけちゃった。今ね、今肉にね、触れた、ね、触れちゃったからね。よし、じゃあおやつをちょっとあげて、うん、はやてとね、仲良くなろう。うん、仲良くなろう。このおやつを、なんか俺チューブ型のね、おやつなんだけど、チューブ型だ。そう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 、これね、こういう感じのチューブ、もうガチチューブでピョーンって出してもらって、まあ、ちょっとだけこうやってつける。はい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 、ああ、これ結構黄色いんだね。そうそうそう、黄色いやつなんだけど、うん、はい、こんな感じ。あ、本当だ、すげえ黄色い。これを、はやてくん、はやて、お、出てきた。こんな感じで与えてあげると、ペロペロペロ舐めるんで。うん、あー、さっきはいいね。あー、必要以上舐めますね、あなたね。はい、てな感じで、ちょっとおやつをね、二人にあげてもらおうと思います。はい、まずアイラークからいこうか。うん、はい、これをペーっとつけるね。おう、じゃこれであげればいいんだ。まあ、それで、まああの、そう、そこから指出してもらってでもいいし、うん、そうだね。はい、あえて、あ、反応した、ほら、いった。あー、食べてるね。あー、おいしいですか。あ、一瞬食べた。そうそう、早い。一瞬食べた。早いね、はやてくん。じゃあ次、ちょっと孫といく。お、じゃあ俺いくわ。俺じゃない。はい、はやて、ほら、あ、来た、デザートですよ、おいで。あー、よし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 、いい子ですね。いい子ですね。かわいい。帰ってた。帰ってた。一瞬で食った。食べて帰って、はい、今はこちらを見ています。ちゃんとね、おやつにあげたからね、うん、ちょっと緊張はね、若干下がったんじゃないかな。そうだね、そうだね、うん、知らない人だっていうよりか、まあまあ、うん、ちょこっとだけ、うん、美味しいもおやつをくれた人だから俺出てきた、ね、あ、ほら、あ、いいです、いいです。ちょっとさ、撫でてみるか、二人と ね、 ね、兄貴さ、そっち側からさ、ちょっとこっち来て、そこの穴の中入っていいから。うん、上からさ、やっぱさ、よしって、はやって手出してあげて、うん、はい、もうじゃあ兄貴の方からほら、はい、よし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 、頭撫でたりとかしてあげて、よし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 、そう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 、ほら、あ、優しい、そう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 、よし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 、嬉しそう、嬉しそうだ、ね、よしよし、出た、噛んでる、ほくれと噛み噛みね、よくやるんですよ。なんか今ね、ちょうどまだ4ヶ月ぐらいだから、そっか、歯の生え変わりの時期だから。あ、そっか、歯がちょっとかゆいんだよ、かゆいんだね、そうみたいな、うん、よし、ちょっと誠もやってみるか。お、じゃあ俺もやってみるか。はやて、おいで、来た、おいで、はやて、よしよし、まずはね、触らせて、触ってあげて、ゆっくりと、よしよし、はやて、背中とかさ、触れるかな、体は嫌がるんじゃないかな、どうかな、やってみるか。よしよし、よしよし、はやて、噛んでる、うん、すっごいペロペロ舐めてる、大丈夫だね、うん、よしよし、多分お腹嫌なんだろうね、はやてね、はやてお腹嫌なのか、はやてお腹嫌なんでしょ。すぐたいんじゃない、かわいいでしょ、うん、すごい、かわいい、ありがとう、はやて。ようやくだから今、うん、2人に対しての多分緊張みたいなのがね、うん、だんだんそうだ、ね、なくなってきたんじゃないかな。なんか最初の時に比べてすごいなんか積極的になって、早く目つぶれちゃう人も描くと、だんだんとね、慣れてきた、慣れてきた、慣れてきたね。ペロペロ、優しい。早く遊ぶ、遊ばない、僕はここでしばらくって思ったら出てくるんだ。これなんだろう、カメラがすごい気になる、カメラ、あ、ね、レンズを舐めないで。レンズ舐められた、レンズを舐めないで。お、これなんだこれ、おもちゃだね、
で、まあ、肩これハヤテの習性なんだけどさ、うん、なんかね噛むじゃん、そうするとね、うん、持って帰るんだよ。ほんとだ、持って帰る、持って帰っちゃう、持って帰ってクレートの中でカジカジする。あーほんとだ、カジカジしてるわでしょ、結構激しいね。ね、うん、すごいね、ここに、ああすごいすごい、たくさんカミカミしてる。いいね、うん、何見てんだよ僕の秘密のエリアをプライベート映すなって感じしてるわ。プライベートエリア、多分俺いい日奪い取る。いえ、奪い取るなよ。俺が侵入するときに邪魔なんだと思わせる。侵入するえ、これ青いやつは何なの。どれ、これ横に、このあーこれ、あ、これコング、これはあれじゃないの、おやつ入れてる。そう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 、これコングっておもちゃで、うん、この中におやつとか詰めて、うん、置いておくとカミカミしながら中からおやつ出てくるんだよ。ああ、うん、今チュッパチュッパできる感じか。そう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 、あ、遊びながらおやつが食べれるみたいな、そんな感じのおもちゃ。だからね、おやつで中身ねないから食べたんだね全部。あ、でもすごいゴムだ、なんかさ、すごいちゃんとしっかりしたゴムだから歯をかゆい時のこうやってカチカチっていう意味でも役に立つ、役に立つ、役に立つ。ちょうだい、ちょうど歯がかゆいんだよね。すげー本気で噛んでる、すごい噛んでる。これ引っ張り、これ引っ張りっこですね。ゆうてんば、はやてが、おいで、おい、起こしなさい。すごい本気です。ああ野生の顔だな。手を使い出した。そう、はやてさ、噛んでさ、手を使って押さえつける、押さえつけるね、押さえつけて噛むって覚えてて、獲物を狩る。そう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 、もう本能だね。ああああ、これ、これ引っ張りっこって感じ、引っ張り合うっていう遊びなんだけど。あ、諦めた。いや、あ、いや、クイズある。あ、ね、引っ張り合うって遊びってことは、要は触れ合うってこと、それとも筋肉を鍛える。いや、どちらかと触れ合うって、あ、俺の手噛んだ、俺の手噛んだ瞬間終了。ああ、そう、俺の手を噛んだら、はい、ダメですよ、それダメだからねって。いや、ほんとすごいよ、耳。あ、俺はシーシーかな、シー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 。あ、じゃあ、下ね、下ね、うん、そう、下ね、ちゃんと大体なんかここら辺ね、匂い嗅いでふんって大切すると、大体出す。あ、よくできたね、あとにできたね、よくできたね、よくできたね。トイレでうまくいった時におやつを、あ、そうだね、なんかね、ちゃんと教えてあげないとね。そのが多分チューブがあって、いい子だね、はいはいて、よくできたね、はい、いい子だね、はい、いい子ですね、よしよしよしって感じですね。うんうんうん、よし。はい、ということで今回はね、はい、颯と、兄弟たちをね合わせて仲良くなってもらおうという回でございましたけども、はい、どうでした2人とも。可愛かったね。可愛かった、うん、すごい可愛かったしね、結構人懐っこいよね。そうだね、最初やっぱ警戒してたけど、うん、すぐに打ち解けたからよかったね、うん、ね、うん、なんか最初来た時にさ、あ、颯いるじゃんと思って、ヤッホーみたいなさ気持ちで優しく言ってもさ、なんかデューケンも聞いたことない声でクーって言ったっていうから、あ、これはちょっと人見知りすんのかなって思ったけど、うんうん、すごいなんかいい子ってのがよくわかった。最初ね、すげえビビったと思う。いや、それだって知らない子が来たらびっくりした、慣れてきた。で、今後ね、多分またうちで撮影することもあると思うけど、こう、ハヤテもね、一緒にこういるんで、だからね、今のうちからかね、人になれないといけないなと思った、ね、うん、ね、うん、最初はマジでずっとクレーズ入ってるやつがしちゃって、うん、ね、こんなに出てこなかったから、ね、そうそう、出てこなかったからね、うん、で、テイラーさんまた寄ってくると思うよ。落ちた、落ちた、あ、よしよしよし、あら、いいですねてな感じでですね、はい、今回仲良くなったということで、はい、いや、またね、今後もハヤテと一緒に遊んであげてください、うん、はい、はい、よろしくお願いします、うん、よろしくね、ハヤテ、よろしくね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。また2023年中にチャンネル登録者1000人目指しますので、応援よろしくお願いします。シャー、動画は夜8時に更新してますので見てね、見てね。今回撮影協力してくれた iLuckTV の iLuck のチャンネルとラボメン TV の誠のチャンネル、概要欄にね、リンク貼ってますんで、それぞれチェックしてみてください。よろしくお願いします。それではまた次回でお会いしましょう。龍拳と誠の iLuckでした。お疲れ様です。お疲れ様です。